平野紫耀、ヨウ、太シユタのユニークな SNS 活動にファンから注目。キングプリンスへの元メンバーで、現在はトベエンターテインマントへのナンバーアイとして再始動を果たした平野紫耀が、ファンに向けて新たな情報を公開し、特にキシユタのユニークな SNS 活動に注目が集まっています。彼の最新のメッセージを通じて、 彼の音楽活動についても触れられています。平野紫用のファンに新たな驚き。キングプリンスへの元メンバーで、トべエンターテインメントへのナンバーアイの一員として再始動を果たした平野紫用が、29日にファンに向けて新たなメッセージを発信し、特にメンバーの岸優太の SNS 活動について言及しました。 この記事では、その最新情報と、平野紫仕様の音楽活動への情熱について詳しく探ってみたいと思います。平野紫仕様の最新情報。平野紫仕様は、トべエンターテインメントへの公式 LINE を通じて、ファンに向けて挨拶をしました。 彼は最近シンガポールへの旅行について言及し、英語喋れないよれとジンとマネージャー君と3人で行ったんだけどハプニングもありつつ楽しい旅行でした小3人ともタクシーで変なところにおろされが致傷、と旅行中のエピソードをファンに伝えました。これにより彼のファンは彼の日常生活に一歩近づく貴重な情報を得ることができました。 また、平野耀はメンバーの岸優太が飛べエンターテインメント合流後に新たな SNS アカウント XQ ツイッターを開設したことについても言及しました。彼は、て、カサショウガン君の X やばくないですか荘園的に結構ツボでたまに見ちゃう M、と述べ、岸優太のユニークな投稿に対する興奮を表明しました。 キシユータのユニークな SNS 活動に注目。キシユータは X アカウントを開設して以来、多くのファンを魅了しています。彼の SNS 活動は一風変わったものであり、ファンを驚かせ、笑顔にさせています。キシユータは自身のアカウントで多くのユニークなポストを共有しており、その中には以下のようなものが含まれています。 ピンチを匂わせるポスト、岸ユ太タは時折漏れる。といった内容のポストを共有し、ファンを緊張させます。これらのポストは彼の個性的な感性を反映しており、ファンからの興奮を呼び起こしています。食事後の写真、岸ユ太タは食事後の写真を頻繁に投稿しており、美味しい食事やレストランでのひとときをファンと共有しています。 これらの写真は彼の日常生活の一部を除く機会となっており、ファンからの関心を集めています。独自のユニークな言葉遣い、岸シユタは独自の言葉遣いや表現を使用して SNS へでコミュニケーションをとります。これにより、彼のファンは彼の独特の魅力に引き込まれます。岸シユタの SNS アカウント X は その独自のスタイルとユニークな投稿により多くの注目を浴びています。彼のファンは彼が日常生活の中でどのような瞬間を共有するのかいつも楽しみにしています。平野紫仕様の音楽活動に対する情熱。平野紫仕様はトべエンターテインマントへのナンバーアイとして再始動し音楽活動に対する強い意欲を示しています。 彼はメンバーである神宮寺雄太と共に音楽の世界で新たな挑戦に臨んでいます。ナンバーアイとしての再始動は多くのファンにとって待ち望まれていた瞬間であり、平野耀はこのグループでの新たな音楽活動について以下のように語っています。ナンバーアイとして再始動できてとても嬉しいです。 神宮寺、騎士、そして私たちのスタッフと共に新しい音楽を作り上げることができることに感謝しています。ファンの皆さんにはこれからも素晴らしい音楽体験を届けられるよう精一杯努力します。と述べました。平野紫耀はナンバーアイとしての活動を通じてファンに新たな音楽体験を提供するとともに彼の音楽への情熱を示しています。 平野紫耀と岸優太の新たな展開にファンの期待が高まる。平野紫耀と岸優太は、それぞれ独自の方法でファンと交流し、彼らの個性的な魅力を発揮しています。平野紫耀の最新情報は、彼がファンとのつながりを大切にしていることを示しており、岸優太の SNS 活動は、ファンに新たな驚きと楽しみを提供しています。今後も、 彼らの活動に注目が集まることは間違いありません。それぞれのファンは彼らがこれからも新たな展開を見せてくれることを期待しています。